皆さんこんにちは EasyJapanese ージージへようこそこの番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしますもっと自然な会話を覚えたいでも映画やテレビでは難しすぎるという方に台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けしますポッドキャスト YouTube にチャンネルがありますのでお好きな方でお楽しみください今日もよろしくお願いしますはいみなさんこんにちは今日は8月24日火曜日です今日の天気はまあいつもと同じような感じですけれども雨は降らずに曇り みたいな感じでしたね。うん。はい。えー、今日なんですけど、夕方というか、まあ夜ですね、7時から、夜の7時から、えっと、オンラインでね、写真講座、写真教室の先生をやるということで、今日はそれのね、準備をしています。していました。かなうん。まあ、あの、最近、そのオンラインでね、まあ、ズームとかを使って、写真教室を、 えっと、やらせていただくことが非常に多くなってまして、まあ、いろいろあるんですよ。中身はいろいろあって、例えば、風景写真の撮り方とか、えっ、ー、と、まあ、家族写真とか、子供の写真の撮り方とか、まあ、いろいろ中身はあるんですけど、今日は、えっ、ー、と、伝わる写真の撮り方っていうので、ちょっと内容が難しいんですけど、今日はそれの先生をします。なんか、いろいろやっていくとね、あの、 聞いてくださる方とか、えっ、ー、と、まあ、この講義、教室に参加してくださる方のメンバーの、その、なんて言うんでしょうね。いろいろな人がいるというか、写真がもともと得意で好きな人もいるし、初めてやりますっていう人もいるし、いろんなね、参加者の方がいらっしゃるので、ちょっとその内容をね、それぞれに合わせて、ちょっとずつ 作り変えていかないといけないっていうのがあって、そこがなかなか難しいですね。うん。で、まあ、それが、例えば、全国の方を対象にしてやる教室なのか、それとも、地元のね、方、普段は、こう、会ってね、対面でやる、あの、教室を、まあ、コロナの影響もあって、オンラインにさせていただいたと。そういうケースもあって、まあ、それによってね、 どういう場所の人が参加してるかっていうことによっても内容はすごくこう変わってくるしなのでねまあ難しいなと思いながらやってるわけなんですけど、うん、皆さんはどうですか僕は結構あのオンラインの教室まあ僕自身がその先生をやるっていうこともあるし逆にあの参加する僕が、まあ、生徒として気になるそういう教室があった時に参加するっていうのも結構あるんですよ。 それは、えっと、まあ、写真に限らずですけど、まあ、自分の興味のある内容について、あの、まあ、参加して、なんて言うんでしょう、教えてもらうというか、そういうこともあって、あの、まあ、なんでしょうね。今までって、あの、そういうなんかの、うんと教、教室とか講義があるときに、だいたい、例えば東京とか、 まあ大阪とかね、そういう大きな街で開かれることが多かったんだけれども、なかなか行くのも大変だし、あの、交通費、交通費っていうのは、えっと、まあ電車とか車とかでそこに場所に行くためのお金が結構かかってたので、で、さらにそのセミナーとか教室にかかる、その参加費用がかかるから、すごくお金がかかってたんですけど、まあオンラインになったことによって、その、 だろう交通費もかからないしその例えば東京とか大阪とかに行くための行って帰ってくるための時間もかからないまあ自分の部屋でねこうパソコンつないで行けばいいということでまあむしろ今までよりも便利だなと思ってますもちろんその顔をこう見合わせてというか対面でいろいろ教えてもらった方が分かりやすいっていう こともあ,りますよ、ね、あの、まあ、手取り足取りっていうか、手取り足取りっていうふうに、まあ、日本語では言うんですけど、まあ、手を取って足を取ってこう、本当に丁寧にやり方を教えてくれる。特にあの、技術系のことですね。うん。そういうのはあの、ちょっと実際に見ないと分からないよっていうことも多分あると思うんです。で、まあ、逆に知識、知識というのは、ま、本当にこう、スライドをこう、見ながら、まあ、例えばパワーポイントとか、キーノートみたいなものを使って、こう、 スライドで紹介してくれるような内容っていうのは意外とオンラインで受けても実際にその場所で受けてもあんまり変わらないっていうのがあって結構ねあのー、僕は特にそっちの方その知識を受ける方っていうのは結構受けてます最近ですごくこう役に立つことも多いしなんかき手軽なんでねとにかく手軽なんで例えば普通に仕事があって夜それだけ受けるとかっていうこともできるし 今までみたいにこう交通費とか時間のことを考えなくてよくなったっていうのは非常にいいですね。うん、まあ今日はこれからありますけど、今日のまあ7時から2時間くらいの予定で写真教室をやるんですけど、今日はまあ主にね、地元の方向けにやるような内容になってまして、まあどちらかといえば、あの、まあ初心者の方も多いので、できるだけわかりやすく丁寧にっていうのを、まあちょっとね、心がけてやりたいなと思ってます。 まあ,ありがたいことに、このイージ y j a p a n もそうだし、他にもポッドキャストとか YouTube を僕はやってるんですが、あの、この毎日こうやって喋ってることが結構あるので、それのおかげで、あの、写真教室とかでお話をするっていうのは、そんなに嫌じゃないというか、うん、あんまり苦手意識がないようになりました。非常にそれは嬉しいことですね。で、 あ,あ、そうだ、そうだ。前回の、あの、放送の時に、あの、字幕、字幕を入れますっていうのをテストしてみて、実際に結構フィードバックもいただいたんですよ。皆さんからコメントとかメールとかいただいて。で、これは非常にこう便利だなということで言っていただける方が多くて、できれば字幕入れてほしいですっていう方が多かったので、できるだけ字幕入れようかなというふうに考えてます。 うん、ただやっぱりねあのき昨日昨日じゃないなちょっと数日前ですねこれ収録したの数日前なんですけどあのその後に字幕を入れるのがまあなんだかんだで1時間ちょっとかかって結構大変だったんですよまあ初めてだったからその容量がなかなか分からなくてうまくいかないっていうところもあったしで僕 この編集なしでやってるので、意外とこう、えっととか、えぇ、ー、あのー、とか、そういうのを言うんですけど、そこを字幕として入れるのか入れないのかっていうのをちょっと悩みまして、で、ちょっと入れてみたりとか、抜いてみたりとか、いろいろやったんですけど、ない方がわかりやすいなと思って。うん。で、この、えっととか、でとかいうところは、まあ、 必要な部分もあると思うんです。字幕に入れるにあたって。まあ、それが意味があるとかだったら入れますけど、意味がないただのこう、つなぎの言葉だったら、まあ、もう字幕には入れないようにしていこうかなと思います。それを結構悩んでたんで、あの、入れるのが遅くなってしまって時間かかったっていうのがあるんですけど、まあ、今日やってみるのは、そういう部分を省いて、 なるべくシンプルな字幕にまとめてやっていけば、もう少し早いワークフローでできるんじゃないかなと思っているので、まあ今日も引き続きやってみたいなと思っています。まあ、ポッドキャストの方は普通に聞いていただいてもいいかなと思いますし、あの、ここなんて言ったんだろうってね、こう字幕があると便利だなって思う方は、YouTube の方で聞いていただけると非常にいいなというふうに思っています。まあ、できるだけ皆さんのね、利用しやすいようにこう改善して、できるだけよく していきたいなと思っているので、こうした方がいいんじゃないっていうことがあったら、コメントとかね、メールとかでいただければ非常に嬉しいなと思っています。はい。ということで、まあ今日は写真教室がこれからあるので、夜はね、あんまり作業できないんで、明日編集する感じになるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、アップロードしたらぜひぜひ聞いていただきたい。というか、まあ今これ聞いてる時点で皆さんはもう聞いてるんですけどね。はい。ちょっと最後、ちょっとよくわかんないこと言いましたけど、 今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。はい。ということで明日以降もよろしくお願いします。ではでは。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。この番組は毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしています。ポッドキャスト、YouTube のフォロー チャンネル登録をお願いしますそれではまた次回の Easy Japanese でお会いしましょうではでは